お前らが大谷翔平に勝ってること、年齢、東方のキャラの知識は多分 Y のが詳しい。職歴、年齢、体重、中卒やから学歴も負けとるわ。野球の練習量かな。日向坂46のメンバー L、何もないわ。馬券の購入額、人間として全てにおいて劣ってる。でも Y に生きる価値がないわけやない。ホロメンへのスパチャ額、フルマラソン3時間ギリできるから長距離なら勝てる。10キロ36分台で走れるから多分勝てるはず。1500まで行くと負けるかも。400とかは完全に無理やろな。調べたらちょっと負けてた。草、睡眠時間、スマブラ、顔のデカさ、野球の下手さ、特徴のなさ、休日日数、酒で鍛えたからだ。最高血圧、水泳と柔道なら勝てる。未経験やろ？さすがに基礎が違うやろ。なんなん。法律の知識は多分勝ってる。出身地の都会度。学歴なんかじゃなくてもみんな自分の仕事については大谷より詳しいやろ。それで十分やん。何一つねえよクソが。人体の個数、髪の長さ、アーケード版ファンタジーゾーンをワンコインクリア大谷はできんやろ。そりゃもうアニメ視聴数よ。キモいだけじゃん。多分カラオケなら勝てる。バイト歴、負けてることの数、何J歴と持ってる漫画の数。Y は大谷が中学生の頃から何J やってるで。それキモいだけじゃん。味覚や、声の大きさ、ない。先に生まれたこと、女性声優の声当てクイズ、口の臭さハゲ具合キモさ。このぐらいしかねえわ。このチャンネルでは何J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。